皆さんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は中学校一年生社会科日本の姿の内容です本次では 1. 日本の位置を調べよう 2. 日本と世界との時差を捉えようについての学習ですそれではまず日本の位置についての学習を始めましょう教科書128、129ページを開けてください 皆さんは日本の位置を説明すすることができますかいざ言われるとなかなか答えに困ると思います。そこで本日の学習課題は日本の位置を説明する時にどのような説明方法があるのでしょうかということについて考えていきましょう。まず教科書を参考にして日本の位置の説明の仕方を自分の考えをワークシートに書いてください。 その際にこのマークが動画内で出てきた場合には動画を一時停止して自分のペースで回答をしてくださいそれでは始めてくださいでは確認していきましょう日本の位置を説明するには次の12のような説明の方法があったかと思いますまず、 位置の緯度・経度を使って説明する方法です日本の位置を緑の線と黄色の線で表しました緑の線が経線黄色の線が異線と言いましたねこの経線と異線を使って教科書・地図帳を参考に日本の経度・緯度を調べてみましょうそれでは 始めてください。では確認していきましょう。日本は北緯35度、総計135度のあたりを通っています。この北緯35度、総計135度は日本の標準時四極線と呼ばれる線になっており。 兵庫県ののをを通っってていますすす次に地図の特性を使って説明する方法です例えば距離と方位が正しい世界地図を使って表すことでロンドンから北東の方角などの表し方で表すこともできますでは学習のまとめに引きましょう。 日本の位置を説明するときに、どのような説明の方法があったでしょうか。ワークシートのまとめの欄に、自分の言葉でまとめを書いてみてください。それでは、始めてください。では、まとめの例を紹介します。日本の位置は、地図を使うとより詳しく説明できます。緯度、経度を使って表すと、 北緯35度、東経135度のあたりを通っていますまた距離や方角が正しい地図を使えば中心点からの距離や方角を使って表すこともできるようになります以上で日本の位置の学習を終わりにします次に日本と世界との時差についての学習をしていきましょう教科書130から 131ページを開けてください皆さんは時差という言葉を知っていますかまずはこの時差についての確認をしておきましょう時差とはそれぞれの国や地域が定める標準時45線の経度の差によって生まれる国や地域の時間の差のことです一般的に東に行けば行くほど時間は進みます この時差について今回は学習していきますでは本日の学習課題です日本と世界の国々では時差はどのくらいあってどのようにして時差を求めればいいんでしょうかこれについて学習していきましょうまず時差についての基本的な考え方から確認していきましょう地球は24時間で一周しています地球は球体なので 1> 1回転は36 5度つまり360度回るのに24時間かかります。よって1時間の時差が生まれるには360度を24時間で割ることで求められます。つまり15度という数字が出てきますので15度の軽度差が1時間の時差のためには必要ということが分かります。これを使って、 日本と各地の時差についいてて考えていきましょうではまず日本の明石市とイギリスのロンドンの時差について考えていきましょう明石市の経度は統計135度ロンドンの経度は本書45線を通っていますので0度です。これを使って 日本とロンドンの時差を求めてみましょう。では、始めてください。<laughs> では、確認していきます。日本とロンドンの経度差は、日本が135度、ロンドンが0度ですので、経度差は135度となります。よって、この135度を、 1>, 1時間の時差が生まれるのに必要な軽度差である15で割ることによって時差が求められますすると1 3 5る1 5ですから9というふうに出てきますつまり日本とロンドンの時差は9時間もあるということがわかりますね次に日本とイランのバグダッドの時差を考えていきましょう 日本の赤土は統計1 3 5度バグダッドは統計4 5度ですでは同じように時差を求めてみてくださいでは確認していきましょう日本とバグダッドは共に統計と呼ばれる範囲内に存在しますその場合 経度差を求めるときには経度と経度の引き算をすることによって求めることができますよって135-45ですから経度差は90度になりますこの90度を1時間の時差に必要な15度で割ることによって6と出てきますから日本とバグダッドの時差は6時間あるということがわかると思います 最後に日本の明石市とアメリカのニューヨークの時差を考えてみましょう。明石はは度、度ニューヨーヨクは西経75度です東計と整形この違いに注意しながら時差を求めてみてください。 では確認していきますバグダッドと違いニューヨークは日本とは違った整形に位置します統計と整形の地点の間の経度差を求める場合には経度を足し算する必要がありますすると 135÷75 ですから210ということが分かりますこれを 前の2つと同じように、1時間の時差が生まれるのに必要な経度差である15度で割ると時差が求められます。よって 210÷15 ですから、14と出てきますので、ニューヨークとア石市の時差は14時間もあるということがわかると思います。では最後にまとめを行いましょう。日本と世界の国々では時差はどのぐらいあって、 どのようにして時差を求めればよかったでしょうか自分の言葉でまとめてワークシートに書いてみましょうでは始めてくださいではまとめの例を紹介します世界では国や地域によって時差と呼ばれる時間の差が存在します 時差は経度の差によって求められます経度15度で1時間の時差が生じます例えばイランのバグダッドと日本の赤カ市では経度差が90度ありますので6時間の時差が生じることになりますまた日本の方が東にありますので日本がイランよりも6時間 時間が早いことになります。以上で、本次の学習は終わりになります。ありがとうございました。